駅停所は、幕末から昭和初期の北海道において、旅人の宿泊や運送、郵便の役割を担った施設である。駅停とは、明治から昭和初期まで、北海道返事の交通補助機関として、宿泊、人抜離立、郵便などの業務を行う制度。その運営者は、駅停取扱人。北海道独自の駅停制度は、江戸時代より行われており、 人口気範で、交通不便な江戸地の宿泊、運送、通信の利便を図るため、江戸幕府により、人馬を備えた駅舎を設けられ、和人地では、村方役人、江戸地の請負い場所では、場所請負い人が、業務に当たっていた。明治時代の初め頃には、運場や、会所、通行課、旅宿所などと称された、駅手業務扱い所は、道内全体で126カ所あったとされる。 明治2年に場所受けおい制を廃止した時に、開拓士は運上や、会所を本陣と解所し、液定業務を開拓士に直結させた。明治5年に、本州では、本陣の制度が廃止されたが、北海道では、本陣は、液上さらに液体国署、液定所と称され、北海道独自の液定制度が整備されていった。1882年、 開拓誌が廃止された時には道内に112箇所の液定所があり、1895年の間接液定取扱規定、1900年の液定所規定などによって、変地の交通、通信補助機関としての間接液定所制度が成立していった。液定所は北海道開拓の進展に合わせて新設及び廃止がなされていき、ピーク時には道内に 約六百数十箇所が置かれ、全廃されたのは1947年のことである。現在、道内の現存する建物は保存、公開されていたり、所在地が史跡として表示されていたりされているところが、少なくなく、国、道指定の史跡、文化財としても登録されている。ありがとうございます。